はい、こんにちは、コンポッチです。ということで今日は新ポッチョ鉄道紹介です。まあ、ポッチョ鉄道の新しい鉄道会社、新ポッチョ鉄道ですね。一応初期の路線は、大志空港駅から若田市行く、まあ、大都市都市鉄道です。まあ、ポッチョ鉄道の本線とポッチョ市電と違うところは、とにかく、まあ、道が違うだけですね。まあ、少なくとも大志区を出ると、一気に新田堀区をくぐりながらの若田区に行く、ポッチョ新鉄道です。ちなみに色はピンク色です。ポッチョ鉄道は緑で、ポッチョ市電はオレンジですが、このメインっていうこのポッチョ、新ポッチョ鉄道はピンクとなってます。うん、まあこんな感じですね。このマークは新ポッチョ鉄道という正式名称な感じです。まあ、今回は特急ライネルと合わせて、走行映像でも行きましょうか。ということで早速行きましょう。お待たせしました。この電車は普通大志空港行きです。発車までしばらくお待ちください。教えます、ご注意ください。新ポッチョ鉄道をご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この電車は普通大志空港行きです。次は田辺です。教えます。ご注意ください。次は湯釜です。ドアを閉めます。ご注意ください。次は大志市です。大志モノレール、チミット鉄道はお乗り換えです。ドアを閉めます。ご注意ください。次は大志競技場です。どうします、ご注意ください。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ。次は終点大志空港です。ポッチョ鉄道空港本線、大志高速鉄道、福田高速鉄道お乗り換えです。本日も新ポッチョ鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。
この電車は特急ライネル若田市行きです。発車までしばらくお待ちください。ドア閉めます、ご注意ください。本日も新ポッド鉄道若田中央線をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この電車は特急ライネル若田市行きです。次は赤石市に停まります。まもなく太子市です。シミット鉄道太子モノレールはお乗り換えです。ドアを閉めます、ご注意ください。次は若田市に停車いたします。皆様、長くご乗車お疲れ様でした。まもなく終点若田市です。若田市電はお乗り換えです。本日も特急ライネル新ポッド鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またもお待ちしています。ということで2つの路線はどうでしたか。いや面白かったですね。もうちょっとトンネルも多かったですが、どうかですか。まあ最後来年は超早かったですね。特急来年もう大使から若田市までマッハで直行で進みましたです。まあエンディングましょうか。ということで今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということでじゃあさよなら、バイバーイ。